はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ヘルカイザーリュウです。さあ本日なんですが、皆さん超未来融合オーバーフューチャーフュージョンというカードをご存知でしょうか。このカードね、診断で実装されまして、まあ、一番の、ハズレ UR と言われているんですけどもはい、正直僕もそう思います。このカードを今日は全力で使っていくという感じになってますね。これどういうことかっていうと、あの未来融合フューチャーフュージョンっていうカードあるじゃないですか。あれと、あとオーバーロードフュージョンが合体したようなイメージで作られているカードなんですが、正直現代遊戯王で調整されましてだいぶ弱くなってます。まず、未来融合とは思えないこの一番の、あ、一番というか上の効果と下の効果ありまして、この上と下を両方とも1回ずつ選択して発動することができる永続魔法になってますね。上の効果はエクストラデッキの融合モンスター1体を相手に見せつけることによって、素材を墓地に落としますよとデッキから。でこのターン送ったモンスターは特殊召喚できないし、効果も発動できないよっていう、まあ要は素材にあのするモンスターを送ってねと。で下の効果で、除外して融合素材にしてねっていう、まあそういう感じのデザインになってますね。機械族闇属性の融合モンスター。だからまあ一応その下の効果を使わないんだったら別にその、融合素材を墓地に送ることだけでもあの有能なデッキ、まあ、あればその楽に落とすとかそういうのもできるんで、まあ採用できなくはないかなと思うんですけど、結局採用するんだったらやっぱりその両方使えた方がいいかなっていう、あの素材送ってすぐ融合できた方がいいかなと思ったので、今回は何に入れてきたかっていうと、まあ、闇属性機械属といえばなんですけど、まあ、サイバーですね決まるだけランページドラゴンがいるんでね、決まるだけランページドラゴンを出していきたいなというところになります。で結局このカードを、まあ、一応先行で使ってあのサイバードラゴンインフィニティ縦に行くとかも、まあ、もちろんあるんですけど、サイバードラゴンインフィニティドヤ顔エンドしたところで勝てる環境じゃないじゃないですか今現代遊戯王なんで、もうなんか思い切って高校にあの振ってきました、あのデッキをね。正直ファンデッキですサイバーは。どこまで行ってもまだやっぱりちょっとなんかきつい気はしてるんだけどさ、あの融合デッキだしやっぱり融合するためにもね、融合素材と融合魔法がいるんで、まあ、なかなか難しいところはあるとは思うんですけども、オーバーフューチャーフュージョンをね、頑張って活躍させて、なんかめっちゃ融合連打できたら楽しいかなというところの、構築になってますね。はい、決して強いデッキじゃないので、そこだけご了承ください。はい、で、動かし方はもう本当にシンプルで、まあ、サイバードラゴン引きますよと、まあ、コアとかこのネクステアからのなんかヘルツとかアドバンテージが稼ぎやすいようなあのサイバードラゴンを引きまして、まあ、パワーボンドとかで融合し、でさらにオーバーロードフュージョンとかオーバーフューチャーフュージョンでさらに融合して、まあ、ランページを2体3体出していくっていう、まあ、そういうね、デッキになっております。まあ理論上パワーボンドとオーバーロードフュージョンとあのオーバーフューチャーフュージョンで3体出るんで、ランページが一ターンに理論上、まあ、そんな手札になることあんまないけどねなんでこういうのをやっていったりとか、あとはこのクロックワークナイトでフィールド上のモンスター全部機械族に変えてサイバードラゴンと一緒に、融合してフォートレスで除去したりとか、普通に怪獣で除去したりとか、あとリンクモンスターエクストラモンスターゾーン出てるモンスターであればメガフルトで除去したりとかね、まあ、こんな感じの、イメージで、作ってます。で、あとはまあ、まくり札優先ですね。まあ、後手デッキなんで、あんま、その、先行で、あの、これ立てても勝てないと思ってたから。なんで、まあ、ゾージーと2ビルくらい入れといて、まあ、あとはまくり札、まあ、サンダーボルトだとか、ハルピン、ハルボギーだとか、ライトニングストームだとか、まあ、禁じられたひとしずくだとか、3戦、3戦の5みたいな感じのカードを、まあ、ガン詰めして、まあ、ここからまくっていければいいなっていう感じで、組んでおります。ちょっと環境デッキ相手にはさすがに、非常に勝ちにくかったですが、はい。まあ、一応救えたんじゃないかと個人的には思っております。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、やっぱサイバーちょっとやれる環境じゃない気がするなんか超やばい新規来ないとちょっときついな。サイバー流さん、どこまで行ってもね、融合カードとやっぱ素材2体が必要なデッキだからね、やっぱ1枚衝動とか存在しないし、サイバー流になんか1枚でなんかめっちゃやばい展開できるなんかやつ来ねえかな。サイバーに昔はね結構よく好きでね使ってたんですよね。もう何年前だろうな、5年前とかかな、多分もっと前かな、ちょっと覚えてないけど、なんかねかなり前、もっと前だな、2018年ぐらいだと思うから、6年前ぐらいかな、6、7年前ぐらいだと思う。6、7年前ぐらいは結構サイバー好きでずっと使ってたんですけど、もう最近はもう正直全然使ってないですね。あまりにもちょっとパワーが、あーブラックマジャンデッキか、まあ、このぐらいのねやっぱファンデッキ同士の対決とかじゃないとちょっとやっぱきついかなという気はするの。伏せすぎじゃない、それは伏せすぎじゃない、
ドロー。いや、おっせえな、お前。あ、遅くもねえか。これ、相手のターンか。どっちかっていうと、展開してくるの。ブラックマンションは。ちょっと一回、強欲でドロが積もるわ。強欲でドロが積もるはずぞ。10枚コスト。除外して、エマージェンシー裁判めっちゃいった。めちゃくちゃいった。怪獣来た。あ、なんか、あれだな。未来、超未来融合、オーバーフューチャーフュージョン来たぞ。パワーボンからか。ちょっとさ、これ打ってくんねえかな。ここにさ、こうしたら打ってくれるみたいな説ある。あー、ないか。なるほど。ちょっとどこで打たれるか問題だよね。魂をどこで打たれるか問題。あ、A の魂来た。効果を使用する。どっち、ブラックマーシャン特殊なんだよね。そうだよね。これ投げます、投げます。で、パワーボンディングを発動してるんで、融合は一応止まらないので、融合はできる。サイバードラゴンとサイバードラゴンで融合召喚。うわ、これあ、うわ、来た、サイバードラゴン。これね、久しぶりに出します、これ。サイバーとサイバーで融合。うわ、現れろ、キメラテックランページドラゴン。融合召喚成功時の効果を発動するぜ。いや、まあこれ後ろじゃねえかな、これ。ちょっと未確定の後ろを爆破しておきます。何、まあまあそれはいいだろう。黒の魔導陣の効果によって俺のランページは爆破されていく。なあ、 OK で、しもべによってデッキトップにブラックマジシャン系の、モンスターまたは魔法トラップカードを、置きますよ的な、モンスターか、モンスターを置きますよ的な効果。さあ、置かれるのはマジシャンソウルズ、いい、 OK で、俺のランページがどっか行った。あー、ブラックバーニングマジックなこと。サイバードラゴンコアを召喚。サイバードラゴンコアの効果を発動。サイバーリペアプラントしかないぜ。なんでかっていうと、エマージェンシーサイバーは全部飛んでるからな。すべてが飛んでるからな。デッキから、機械族サイ、光属性モンスター一体を手札に加えることができるぜ。これで、ネクストエアを持ってくることができるぜ。サイバードラゴンネクストエアの効果を発動。サイバードラゴンネクストエアによって地図消えるを墓地に送り、このカードを特殊召喚、特殊召喚成功時効果、自分の墓地から攻守どっちかが2100のモンスターを特殊召喚。現れろ、サイバードラゴン。そしてサイバードラゴンを含むモンスター2体、機械族モンスター2体で、おー、リンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、うおー、リンク召喚、サイバードラゴンズイゴー、さらに超未来融合オーバーフューチャーフュージョンを発動。オーバーフューチャーフュージョンの効果により、自分の墓地の融合素材モンスターをゲームから除外することにより、闇属性機械族の融合モンスターを融合召喚する。現れろ、キメラテックランページドラゴン。キメラテックランページドラゴンの効果発動。相手のマジックトラップカードを選択し、そのカードを破壊。そして A の魂が破壊するため相手のモンスターは爆破される。キメラテックランページドラゴンの効果発動。キノエテックランページラゴンの効果により、機械族光属性モンスターをデッキから墓地に送ることにより、このターンこのモンスターはその数だけ追加で攻撃をすることができる。そしてサイバードラゴンヘルツの効果によってサイバードラゴンコアを墓地から回収。行くぜ遊戯。うわ、バトルフェイズ、ランページで攻撃するダメージ計算前、ジーガーの効果によって2100打点アップ。うわ、4200、サノレッダー2連打しかしてないけどな。対戦ありがとうございました。いやー、 G トルガゲーミング、 G トルガゲーミング返します。もうね、 G とんなすぎて、さっきからもう本当にね、本当5連敗ぐらいしてるからね。ちょっとね、そろそろ通ってほしいね。デッキはサララングレートモンスター1体を手札に加える。なるほど、いいでしょう。結局やっぱ後手取るデッキはちょっとさすがにあれだな。サイバーとかいう一番初代も特にねえような、テーマだとちょっときついね。サラマングレートバーニングシェル、何これ、特殊感で書いてある。ちょっと増術は分からんけど、なんか特殊感で書いてあった。ガチで知らねえこのカード。モンスターを出してリンクするんだ。へえ、なるほど。はい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 、これもしかして2枚ドローできる。マジやった、マジかよ。
おい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 、そんなことしていいんすか。マジっすか、あれやった。そクソほど自由気悪いやん、それ。めちゃくちゃ展開してくれるやん。やった、神ゲー起きたー、うん、すげえ G 取って、なんかこれワンチャンある気がするの、さすがに。いやでも言うてなって相手ロア構えられるぐらいでしょ、多分やるとしても。もしかして関係ねえっつってワンキルしてくるタイプなんですか、これ。実質先行ワンキル、まあ、ルートあるんだけど転生って。ちょっと待って、まあでも2ビル入ってるから2ビル、ま、引ければ、2ビル まで引ければギリギリ耐えてるからもしれない。サラマングレートって2ビルケアできないんだよね基本的には。あんまりその効果無効が立てられないから、あらかじめね、まあ一応多分スピードロードベイゴマックスとか入れてゴシップシャドウを立てるとかだったら一応いけると思うけど。うん、さあサラマングレートサンクチュアリが発動され、この転生リンクしてくれんの、マジやった。こんな引かしてくれたらさすがにいけるだろ。いやここまで手札あって初めてサイバードラゴンはなんとかなる気がするんでそんなないとあかんとかみたいな話だけどな。こんな手札あったらいけるだろ、さすがに。舐められたもんだぜ、こんなゴミみてえな盤面だよ。サイバードラゴン舐めんなよ。ニフセかいいだろ。まあニフセだけど、あれだね、転生はいなくなっちゃえばいいんですよね、モンスターが。基本的にサラマンガイトがいなくなっちゃえばいいんですよね、ネームが、サラマンガイトネームが。だってこれで、普通に融合しますエクストラモンスターなのにモンスターいるな、お、いいなよし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 、これでロアはもう暇ねえ、もうロアは暇ねえ。でエマージェンシーサイバーを発動、エマージェンシーシャイバーの効果によって、まあ、ネクステアでいいか。ネクステア持ってこさせてもらうぜ。そしてサイバードラゴンコアを通常召喚、サイバードラゴンコアの効果を発動。サイバードラゴンコアの効果により、サイバーリペアプラントを手札に加えさせてもらうぜ。そして、サイバードラゴンネクステアの効果を発動、サイバードラゴンヘルツを墓地を送って自身を特殊召喚。何？なんだそれ、ガチで知らねえ、何これ。あ、へえ、2体戻して1、あー、これ新規で追加されたやつだっけ、サマガチャージ。はい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 、なるほどですね、なるほどですね、なるほどですね。出てきてるっていうか、あ、そういうことですね。ってことはこれリンクモンスターがいる状態になってるってことか。ロアが、起動条件満たしてるってこと、まあ、サイバードラゴンヘルツの効果とサイバードラゴンネクステの効果によってサイバードラゴンが特殊召喚できますよ的な効果で、サイバードラゴンを回収できますよ的な効果。さあどうしますかといったところ、まあ、ロアはまだここには打たないでしょう。あ、ウィーゼル、ウィーゼル、ガゼル、なるほどあ、送りつけられるぞ、だるいね、いらないね、別に別にそれはいらない。さあウィーゼルが送りつけられて、ヘルツの効果によってサイバードラゴン回収され、自分の墓地からネクステアの効果によってサイバードラゴンが特殊召喚できる、よいしょ。でサイバーリペアプラントの効果発動、サイバーリペアプラントによってデッキから機械族光属性モンスターを手札に加えることができる。ああ、まあそうだね、分かってんじゃん分かってるね、これ実ゲーで持ってこれるんですよ、怪獣持ってこれるんですよね、はい、まあ、分かってるけどだからなんだみたいな、これだからなんだみたいな、これ一応これで打つと破壊耐性が付与されてるんで破壊できなくて、ベイドリンクスがゲームから除外されていく。 OK、 もうこれで全部破壊しきったんじゃないかな。Z が出しに行って、はい、Z が出しに行きます。あ、ちょっと待って、これ参戦の際先に手札見るか、これ先やっとくべきだった。参戦の際の効果で相手の手札を見て、中からその中から1枚デッキにバウンスしますよ、ピーピング。お、無限応用持ってんじゃんさっき聞いたのか、なるほど、無限応用は先ほどのワンドローで引いてきたってことですね、ウィーゼルの多分。でパワーボンドの効果発動、パワーボンディングの効果によって手札の素材を墓地に送って融合召喚をさせてもらうぜ。うわっ、2体のモンスターを素材にして融合召喚、現れろ、キメラテックランページドラゴン。そしてキメラテックランページドラゴンの融合召喚成功時の効果を発動するぜ。融合召喚成功時の効果によって相手のサラマングレートサンクチュアリを爆破、そして
ヒラティックランページドラゴンの効果によって機械族機械属性モンスターを、デッキから墓地に送ることによりこのモンスターはこのターンその、数だけ追加攻撃をすることができる。そして超未来融合オーバーフューチャーフュージョンの効果を発動。オーバーフューチャーフュージョンの効果により、自分の墓地から融合素材をゲームから除外し機械族闇属性の融合モンスターを融合召喚できる。もうこれ相手死んでるけどな。もうこれ相手死んでるけどな。さあ現れろ急な敵系ランページドラゴン。そして急な敵ランページドラゴンの効果を発動。これちょっとやりすぎかな。これ怒られるやつだ。これすいません。これちょっと視聴者さんから怒られるかもしれません。申し訳ございません。これちょっとすいません。俺は負けたくないんです。俺は負けたくない。バトル、いけ木村的ランページドラゴンの攻撃ダメージ計3枚。サイバードラゴンジーガーの効果を発動。攻撃力を2100ポイントアップし6300。3連打うわ対戦ありがとうございました。持ってくれ俺の心臓。うわうわー、なんか何とも言えねえハンドしてんな。これ何とも言えねえハンディングをしてますねこれ。王の棺、王母の石壁、コルスからやっぱ強いよな普通に。ギミックとしてはな、なんか OCG ではさ、なんかあんまりなんか環境トップとかまでは全然なんか言ってなかった気がするんだけども、このギミックね。あ、カノプスの守護者入ってる構築ね。あ、いいね。俺カノプスの守護者結構強いと思ってるんだけど、うん、やっぱなかなかね、ガチ構築だと採用されにくいですよ。リンネリュウサンサーラ、何サンサーラだと、まあ、よくわかんないカード入ってるな。これあれか、もしかしてホルスの黒炎竜とか入ってるやつか。まさかな。まさかな。何それ、コスト強いじゃん。救いの駆け足ね。はい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 。おい、やべ、ちょっと待って、ホルスとりあえずめっちゃ出てくる。はい、ホルス出てきた。ホルス、ホルス、ホルスか。はい。いや、これやっぱあれだよな、ド派手だよな、この王の棺がある状態だと、もうボン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 、この、どでかいレベル8がさ、一生出てくるの、これめちゃくちゃド派手じゃない。すごいよね。さあ、救いの駆け足によって、宝玉を持っていきながら、フィールド魔法を持ってくることができる竜の霊廟。ドラゴンに寄ってんのかな、このデッキ。さあ警告を墓地に送ってホルスもやっぱ入ってる。やばい、やっぱり入ってるやん。やばいやばいやばい。なんかじゃあガンスホルス来た、ガンスホルス来たって、ガンホル来た、ガンホル。いやホルスってさ、そのカードを別にサポートしているわけじゃないんだよな、全力で。やばい。入ってて草。ホルスの黒炎竜レベル8来たんだけど、やばい、魔法カード全部無効されるやん。終わった。ちょ、ブリ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 、やばいって。もう魔法しか入ってないんだって、このデッキ。見事に見事に全てを見事に全てを無効にされる様を皆さんにご覧いただきましょう。うわー、ライトニングストーム、すいませんでした。これは、いやでも金敵やったらワンチャンあったんだけどな、金敵があったらワンチャンあったんだけど。サンダーボルト、サンダーボルト、すいませんでした。うわー、サンダーボルト、うわー、やばすぎマジで。ちなみにホルスにサンダーボルトは効かないんですけど、王の棺がある状態だと、対象を取る効果以外は破壊いかないんで。うわー、強欲ね、ドヤの圧も、うわー。無理やろ、無理やろ、こんなもん誰が勝てんねんこれ。いやホルスさ強化されたけどさ、別にそのモンスターは特に強化されてるわけじゃないんだぜ。